なんかハイパーログログスケッチは面白いってなってていいですね、なんか、あ,のあなたと Java、今すぐダウンロードみたいな、すいません、はい、えっと、じゃあ、えっと、ハイパーログログスケッチは面白いというタイトルで、えっと、このハイパーログログっていう、まあ、ビッグデータ界隈では結構知られている、かわいい名前の、でもすごいアルゴリズムについて、えっと、発表していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、あ,すいませんありがとうございます。 えっと、岡田と申します、えーっとまあ。Java プログラマーをやっております。でですね、あのいきなり問題設定から入ります。で、ハイパー r グ o グっていうのは、えっとまあ、どういうアルゴリズムかって話ですが、えーっと、じゃあ、ここでリアルタイムアクセス解析システム、ホゲアナリティクスをちょっと作りたいなと思ってください。えっと、これどういうものかっていうと、まあ、ウェブサイトのアクセス統計、PV 数とかユニークユーザー数とかそういったものを リアルタイムに提供するもの例えばなんかバッチで1時間ごとに更新とかじゃなくてもうほぼリアルタイムで出るようなシステムを作りたいと思ってくださいでここでですねえっ、ー、とあ、まあ、例えばこういう画面ですねこれなんか Google アナリティクスみたいな感じのものだと思ってもらうとこうページっていうディメンションがあって、まあ、PV とか UU っていうのがこうリアルタイムに更新されていくようなものを作り,作りたいと で、ここで、えっと、これどういうシステムに、まあ、例えばなるかっていうと、えっと、まあ、ユーザーがアクセスしてきたときに、えっと、ページに埋まっている JavaScript のタグが発火して、まあ、それがトラッキングサーバーに行って、で、それを、えっと、まあ、何らかのバッチが、まあ、これ普通の、あの、リアルタイムじゃないシステムだったら、まあ、バッチがこう、ストレージから読んで、 え、集計して、そのレポートの結果を画面に出すとか、まあそういった感じになると思います。で、こういったシステムの、えー、難しさなんですけども、えー、っと、PV 数については、まあアクセスがあったたびに、えー、っと、まあインテージャーをインクリメントしていけば、えー、っと、まあ4バイトとか、まあロングだったら8バイトとかぐらいで、えー、保持できる。ただ、ユニークユーザー数については問題で、 これは、あの、すべての要素を覚えておかないと、今アクセスがあった人が、えっと、今までアクセスしてきたどかどうかっていうのがわからないので、えっと、ま、ユニークユーザー数をカウントするのは、ちょっとナイーブな方法だと難しいです。で、ま、これはカウントディステリンクトプロブレムって呼ばれてて、ま、なんか、英語のウィキペディアのページとかもあるんですけど、えっと、ま、ナイーブなやり方だとどうしても非効率になってしまうので、ちょっと頭のいいやり方をする必要があるといったものです。 で、まあ、これを普通にナイーブに解いていくと、例えばどういうふうになるかという話ですが、まあ、こう、これは Java の疑似コードですけど、えっと、まあ、URL と、えー、その、例えば、今はリアル、えっと、ウェブページのアクセス解析システムなので、まあ、クッキー ID みたいなのを、の集合をこう持っとくという感じになります。で、アクセスがあったときに、こう、レコードで、その URL に紐づいた、ユニークユーザーの集合に、えっと、 そのユーザー、今アクセスしてきたユーザーを追加していく。で、えっと、カウントはそのセットのサイズを取ると。まあ、こんな感じに、例えばなります。で、このアプローチの何がまずいかというと、まあ、これは、えっ、ー、と、当たり前ですけど、on スペース必要。まあ、n はユニークユーザー数とするという感じになります。えっ、ー、と、これは、まあ、別に小さい、なんだろう、ユニークユーザーが、なんか100とか1000とかだったら全く問題ないんですが、まあ、 クッキー ID が UUID ストリング36バイトだとして、えーっとまあ、めちゃめちゃでかいサイトで一緑 UU とかあると、まあ、あとクッキーはなんかなんだろう実際の人間の数よりも多くなるんで一緑、まあ、UU とか保存するってなると、まあ、これだけで 3.6GB でこれが、えー、100URL とかあったらそれだけで 360GB で、まあ、100URL、えー、のサイトをなんか何個も何個もこうホスティングするようなことを考えると、まあ、結構リーズナブルじゃない。 感あと、えっとまあ、ナイーブにセットで保持するとアビ,ューズアビューズ体制がなくて、こう、デタラメなクッキー ID を送り続けることで、どんどんあの ON でメモリー使用量が増えていくので、まあ、いずれサーバーが保持できるメモリ容量を超えてしまいますねという話になります。まあ、なので、普通あるのはバッチで、バッチのアプローチで、えー、っとまあ、 アクセスログをえーっとストレージに入れておいて、それをまあなんか分散、例えば Hive とか,なんかえっと分散システムで集計して、MySQL とかの早いレポートの DB に入れておくとか、そういうことをやります。ただ、これはもちろんリアルタイムで出るって要件が満たせないので、う嬉しくない。あとだいたいこうせこう カウントディスティンクトみたいなのは重いので、まあ、これを直でレポート画面から叩くみたいなのもこうあんまり現実的じゃないです。ならどうするかというと、まあ、ここで出てくるのがハイパールグログです。えー、ハイパールグログっていうのは、えっと、確率的アルゴリズムで、えっと、正確な値を出すということは捨てて、えっと、禁,じ禁じします。えっと、これは200年2007年に、えっと、フェリッペ・フラジョレットさんっていう人。 たちが、えっと、論文で発表したアルゴリズムです。で、まあ、これは、あの、このような、えカージナリティを、えっと、O1、だから、カージナリティによらない、えっと、空間効率で、まあ高精度に推定ができるというアルゴリズムです。で、このスライドでは、えっと、以下、HLL という名前、えっと、ふうに省略して表記します。で、ハイパーログログはどうすごいかというと、えっと、 まあ、ざまなミドルウェアにこれを用いた、あの、禁止、あの、アプロックスディスキンクトが搭載されてるんですけども、えっと、まあ、例えばレディス、プレスト、あと、えっと、プロプライアタリーだとレッドシフトとかビッグクエリーにもハイパーログロックを用いた、え UUU、ー、の禁止っていうのが搭載されてます。で、えっと、まあ、16キロバイトあれば、えー、数十億超えるようなカーディナリティも、えっと、0.81%の誤差で禁止ができるというものです。 で、ここでまあ0.81%の誤差ってさらっと言ってますけど、まあ0.81%の誤差ってよく考えると何だっていう話で、それは、えっと、この後のスライドでえ触れます。まあというわけで、このすごいハイパーログログについてこれから、えっと、どういうふうな動作原理なのかっていうのを説明していこうと思います。えー アジェンダですが、まず、ハイパーログログの動作原理を説明して、その後、ハイパーログログをレディス、がレディスでどのように実装されているのかについて触れた後、もう一つなんか、えっと、面白いアルゴリズムであるハイパーミンハッシュというものについて、えっと、触れて終わりにしようと思います。よろしくお願いします。で、いきなりハイパーログログについて説明します。で、では皆さん、あの、64ビットの、えっと、イント空間から、 なんかもうユニフォームに1つこう取ってくるってことを考えてください。だからまあ、0、全ビットが0なところからまあ全ビットが1。まあ、これはちょっと、何、あのー、だろう、2の歩数とか考えずに、まあ、ちょっと小さい順に並んでると、まあ、ここだと思ってください、アンサインドで。で、まあ、このときに、えーまあ、一応ランダムに取ってきたら、えー、と上位 K ビットに0が連続してる確率っていうのは、まあ、2の形状分の1になります。 まあ、絵的に、あのー、この、左半分のところは0が少なくとも1個連続してて、えっと、その左半分のさらに左半分は0が2つ、2個連続しててって感じになる。だから、えっと、まあ、0がたくさん並んでるものは出る確率が低いってことです。つまり、えっと、2の形状、まあ、本当にユニフォームにランダムに取ってくるとすると、2の形状回取ってくるってことをしらないと、上位 K ビットが連続して0であるような数が出てこない。 とということになりますなので、えーっとまあ、この6 4ビット i n t をユニフォームに選ぶっていうことを繰り返すっていう前提を置いた時に、えー、っと取ってきた数の上位何ビットが0、えー、が連続してるかっていうのだけを記録しておけば何回試行したかっていうのが、まあ、推定できると。これは今めちゃめちゃ荒い禁止ですけどあの考え方はこうです。 まあ例えばなんか、うん、まあそうですね。はい。で、えー、っと、で、ここで、まあちゃん、どうやって64ビットイント空間から、えー、っと、ユニフォームに取ってくるかって話ですが、まあこれはハッシュ関数、まあ、いい感じのハッシュ関数を使います。えー、っと、まあよい64ビット、まあここではえー、っと64ビットイントとしますけど、えー、っと、元の論文だと32ビットだった気がする。で、64ビットのハッシュ関数を使えば、えー、っと、まあハッシュ値はユニフォームに分布します。 なので、えー、っと、まあ、ランダムに飛行するっていうのを、ハッシュ関数をかませるってことで、えー、っと、代替するわけですけども、まあ、なんでこれでカージナリティが推定できるとかっていうと、えー、っと、まあ、カージナリティが N。だから、えー、っと、ユニークな要素が N 個であるようなデータセット。だから、ユニークな要素は N なんだけど、なんか、まあ、重複してて、例えば、えー、っと、まあ、N よりか大きい数、M みたいな、M 個の、 要素が入っているデータセットとかをハッシュ関数にかけると,、えー、っと同じ値は同じハッシュ関数になるのでこれは結局ユニークな回数、えー、っと64ビットイントをユニフォームに選ぶっていうことを繰り返すことになります。 ま、絵で見てみると、例えば、クッキー ID が、こう、クッキー1、4、3、1、6、6と、まあ、1と6が、こう、重複している、えっと、6個の集合があるとします。で、これにハッシュ関数をかませて、64ビットイント空間にユニフォームに、えっと、マップしたとすると、えっと、このユニークな数、4回ユニフォームな、えっと、数を選ぶという思考をした、 ということと等価になります。従、まあ、って、えー、と N カージナリティ N っていうのを、えっ、ー、と、その先頭のゼロが何ビット連続したかっていう数だけで今、すごく荒い禁止をしたことになる。まあ、これがあのハイパーログログって、まあ、ログログっていう名前の由来で、今、カージナリティ N っていうのをそのビット数で禁止したわけですけど、まあ、これが このビット数を保持するのに何ビット必要かっていう話ですけど、えっと、まあカーディナえ、n のビット数は、えっと、ログ2の n。で、ログ2の n までの数だけを保持すればよいので、ログ2、ログ 2n と。だから、ログログ空間で、えー、近似ができるという話です。で、まあもちろんですけども、えっと、まあこれだけだと、だいぶ、えっと、近似が荒すぎる。まあ そもそも2の形状単位でしか数が出てこないし、えー、っとで、なんだろう、えー、っと、外れみたいなのも全然こう対応できてないので、えー、っと、まあ、ここに工夫が必要なわけです。で、これをどうやるかっていうと、えー、っと、まず、えー、っと、複数のハッシュ関数を、えー、っと、一つの要素に対して、 1えっと一個の端関数でマップするんじゃなくてまあ複数の端関数をかませてそれぞれの平均を取るみたいなことで精度を向上することが考えられますですがこの方法だとえっとまああまり嬉しくなくてなぜかっていうと,えっとデータセットの各要素に対して複数の端関数をかませなきゃいけないわけでえっとだから端関数を m 個使って要素が n 個あるとするとまあ えっと、ハイパーログログの計算に n×m かかっちゃうので、あんまり嬉しくないです。で、その代わりに、えー、ハッシュ関数をかませて出てきたハッシュ値の先頭の p、まあ、先頭、えっ、ー、と、先頭か一番下かは、えっ、ー、と、まあ、ここではちょっとさまつな問題と思っていただいて、えっ、ー、と、レディスだと回ですけど、まあ、ハッシュ値の先頭の p ビットを使って、えっ、ー、と、2の p 乗個のバケットに、えっ、ー、と、振り分けます。 で、バケットごとに、その残りの64引く p ビットのうち、何個連続して0、えー、から出てるかっていうのを覚えておくという感じにします。で、これは、絵で言うとこんな感じですね。えっと、さっきと同じような143166っていうクッキーの集合があって、8ッシがこのように出てきたとすると。 その時今 P が2だと思うと、えー、先頭の2ビットを使って、えー、バケット00、01、1011の4個に、えー、振り分けますで、えっと、バケットごとに、えー、っと先頭の残りの、えー、2, 2ビット引いたところのうち、えー、上位0が何個連続しているかっていうのを覚えておくで、えー、っとこのバケットごとに今当たり替えられたわけでこれを 使って、えー、推定していくと。で、今、この上位の連続するゼロビットを M 個のバケットで保持したわけですけど、これを、えっと、まあ、ハイパーロゴログスケッチと呼びます。で、この、これはなんかすごい簡単なもので、まあ、例えば今これ Java コードを書いてますけど、ただのバイト、えっと、2の P、M イコール2の P 乗とすると、 えー、M 個のバイト配列です。ただのバイト配列。まあこれ、えー、っとですね。かだこれだとちょっと無駄があって、この最終的な、えー、っとゼロのビット数っていうのが最大何個になるかっていうと、まあ今64ビットイントを考えているので、最大64にしかならないので、えー、っと1つあたり 8, 8ビット。 使うのは、まあちょっと無駄なんですけど、まあ Java には、Java にはというか普通6ビットのプリミティブなんてないので、まあこんな感じで今書いてると。レディスではこれを頑張って6ビットで保持するようになんか頑張ってます。後で説明します。で、このように、えー、バケットを M 個作ってそのバケットごとの値を平均して値を計算するっていう手法を、えっと、ストーカスティックアベレージングと、えっと、フラジョレットさんとマーティンさんが、えー、読んでいます、えー、これはあの結構古い論文でプロバ,リ,プロバビリスティックカウンティングアルゴリズムフォーデータベースアプリケーションっていう論文で、えー、この言葉が出てきていますで、まあ、このストーカスティックアベレージングの手法が、えっと、同じスケッチが同じままこう えとそのどういうふうに平均を取るかっていうのだけが違うっていうのが違うアルゴリズムっていうのが結構ありますだからハイパーログログスケッチっていうのはすごい汎用的なものなわけですで今、えっと、スケッチを m と置いて、えーとまあ、m 括弧 i で、まあ、配列のインデックスみたいな感じで i 番目のバケットを表すとするとこのような式でカージナリティは計算されます これがあのオリジナルのハイパーログログの論文で出ている計算式です。で、ここで、えー、っとですね、えー、っと、この式のカッコでくくってるハーモニックミーンってところを見てもらうと、まあ、これはあの調和平均って呼ばれる平均の方法で、えー、っと、まあ、これで大体、えー、っと、カーディナリティが N だとすると、えー、M 分の N くらいの値になるという感じのものです。 あ違うあいや、違くない。えっと、M 分の N 個になる。だから、それに、えっと、さらに M をかけると、えっと、だいたい N が出てくる。あの、カージ、真のカージナリティ N が出てくるんですけど、えっと、これだと、えっと、せ、え、い、っと、まだ、なんだろう、うバイアスがあるので、それを補正するための係数っていうのが、アルフ αM っていうのがかかってきます。で、元の論文では、これはあの、アルフ αM を数値で、えっと、アルフ αM は、まあまあ、もともと求めておいて、えっと、まあ、 求めておいたテーブルから引っ張ってきてなんか掛け合わせるみたいなことをやる感じですね。というわけでまとめると、ハイパーロゴログのプロセスは、この2つのステップになります。まず、えー、と、スケッチを作るところ、データセットをトラバースして、それぞれの要素を先頭の p ビットを見て、バケットに振り分けて、その64引く p ビットのうち、 0ビットが連続している数を数えて保存していく。で、これが、えっと、まあ、えー、64ビットイント空間からユニフォームに取ってくるっていうことを、えー、シミュレートしています。で、えー、っと、これ、これにどれぐらいの時間がかかるかっていうと、まあ、データセットの要素数が n とすると、まあ、えぇ、ー、まあ、地名に On 時間がかかるという感じです。で、えー、っと、じゃあこの、うん これを計算するところ、これを計算するステップがどれぐらいの計算時間になるかというと、これはスケッチのサイズっていうのは固定なので、まあ、定数時間です。カーディナリティー N がどんな値であっても定数時間で計算できるということになります。これを Java の疑似コードで書いてみると、例えばこんな感じになります。 スケッチが M 個のバイト配列でデータセットが与えられた時にそれぞれをハッシュ関数にかませます。で、そのハッシュ値のうちバケットを計算してその場、それぞれのハッシュ値のうちどれだけゼロが連続しているかってのを数えてバケットに突っ込んでいくだけですね。で、エスティメーションの方も簡単で えっと、まあ、アルファっていうのが事前に求まってる前提だったら、まあ、ただ、さっきの式通り、調和平均を計算して、アルファをかけて終わりという感じになります。だから、ハイパーログログっていうのはなんか、すごい着想がすごいんですけど、実際に実装するのは、ま、かなり簡単なものになってます。なので、こう、面白いねっていう感じですね。まあ、これ、ところで、ま、精度の話をしたいんですけど、 ハイパーロゴログっていうのは確率的データ構造なわけですけど、えー、っと、まあ、確率変数ですと。えー、確率変数っていうのは、なんかこう実証が、例えばなんかサイコロを振るみたいな、サイコロ振って出た目みたいな実証があったときに、例えばこうサイコロ振って出た目の数っていう、こう数を対応させるような、こう、え、書くものが確率変数なわけですけど、ま、え、ハイパーロゴログも確率変数で、 データセットを与えると、このさっきの、このステップで、えー、値が出てくる確率変数になります。で、えー、これが、これでカージナリティを推定できるっていうのがどういうことかというと、この確率変数の期待値がカージナリティであるという意味になります。なので、まあ、これの精度もこう統計的な感じに評価するしかなくて、 まあバケット数が m 個あるとき、えっ、ー、と、まあ、これはあの元の論文でえっと証明されている値ですけど、まあ、標準誤差が1 0 4るルート m になるという、えーまあ、これが誤差なんですけど、まあ、標準誤差、ここで標準誤差は、期、え、待、ー、値からのブレを表す標準偏差をえっと真のカージナリティで割って得た相対誤差が1 0 4るルート m。 だから、えー、っと、ま、感覚的には1 0 4割ルート M 個ぐらいのズレが出るみたいな感じですね。1.04÷ ルート M% のズレが出る。例えば、レジスだと、えー、デフォルトだと P イコール14で、2の14乗で16,384バケットがデフォルトなんですけど、えー、っと、まあ、これは誤差が0.81%になります。 で、まあ、この誤差っていうのは、えー、っと、ま、標準偏差を真のカーディナリティで割った値なので、えっと、どんな入力をしても誤差が0.81%以内になるっていうアッパーバウンドを与えるものではないというところに注意が必要です。だから、ま、例えばこう、ハイパーログログを使ってアク,セスかアクセス解析を作るんだけど、ビジネスサイトとこう、なんか会話で、まあれ、0.81% 以内の誤差で収まるんですよとか言うとなんかすごい外れ気が来た時にどうなってんだみたいなことになるのでちゃんと理解しておく必要があります。で、まあとでレジスでどうやってハイパログログのコマンドを使うっていうのは説明するんですけど、まあ、レジスだと例えばこの98567648なんちゃらなんちゃらっていうこの10個のえと値のカーディナリティを計算すると、まあ、これはなんと カージナリティ1ってて推定されてしまいまいすだからまあ相対誤差はマイナス90%なわけで、まあ、全然0.81%どころじゃないわけです、まあ、どうしてこういうことが起こるかっていうと,、えー、とまあハイパー66だとハッシュ関数を使って、えー、ランダムに飛行するってことをシミュレートしているわけなので、まあ、もちろんハッシュ値が衝突したら、えー、それは誤差につながります まあですけど普通はあのハッシュのプリイメージを求めるっていうのはまあ簡単にできることじゃないのでえっとまあハッシュ値が衝突するってことは考える必要はなくてですけどえ同じバケットに振り分けられてかつえっと上位の0ビットが連続している数が同じだとするとまあこれはハイパーログログでは区別の仕様がないわけでまあこういうときにはえっとまあこういうふうに相対誤差がマイナス90%みたいなことになってしまう。 さっきの9856761985点点点も、そういう風うにして求めた値で、レディスのハイパールゴロクのハッシュ関数、まあまあハッシュ2ですけど、で、全部同じバケットに振り上げられて、かつ同じ数、0ビットが連続するような数になってしまっています。 と、まあ、ここで、ハイパーログログの、ま、注意点みたいなところ、精度と注意点みたいなところを説明しましたけど、まあ、ハイパーログログって、えっと、すごい便利な性質がいろいろあって、まあ、それについて、ちょっと今から説明していこうと思います。で、ハイパーログログってのは、まあ、普通のカウンターみたいにストリーミングアップデートしていくことが可能です。えっと、まあ、つまり、ハイパーログログスケッチ全体を、えっと、 カウントするたびに再構築するカウントじゃない要素を追加するときに再構築する必要はなくて、えー、っとストリーミングアップデートしていくことが可能です、まあ、これはそのさっきの計算方法からも割と自明ですけど、まあ、新しい値が来たら新しい値のハッシュ関数を取ってバケットと先頭の連続するゼロの数を数えてそのバケットに突っ込んでいくということをやればいいだけです、まあ、だから何だろうね えっとまあ、リアルタイムアクセス解析みたいなシステムにも、まあ、かなり、えー、便利ですで。もう一つ面白い性質は、まあ、さっきのストリーミングアップデート可能というところともつながるんですけど、まあ、2つのハイパーログログスケッチがあったときに、まあ、それをロスレスでマージすることができるという点がありますロスレスでマージできるとは何かっていうと,、えーっとまあ、A と B というデータセットがあったときに A のスケッチを作って で、それとは別に B っていうスケッチを作って、それをマージっていう操作を行うと、これは、えー、っと、もともと A と B の和集合を取っておいて、それのスケッチを作るっていうのと全く同じものになります。で、これが何が嬉しいかっていうと、並列化が容易なことです。まあ、疑似コードだとこんな感じになりますね。 えっと、まあ、スケッチ、まあ、2つのタルのバイト配列ですけど、まあ、スケッチ1とスケッチ2があったときに、えーっとまあ、マージ後のスケッチみたいなのをアロケとして、えー、そこに、えー、っと2つのバケットの値のうち大きいものだけを入れていく、大きいものを入れていくってことをやると、えー、簡単にマッチができます。でこれは、あの、もともと和集合を取っておいて、えー、スケッチを作っても全く同じものになります。 でまあ、これをどうやって並列化するかっていうと、まあ、A っていう,、まあ、こうビッグ A っていうめちゃめちゃ要素数が多いようなデータセットがあったとするときにそれを A1 から AN までの N 個にスプリットしてそれぞれでそれぞれをこう別のコンピューターでも別のプロセスでもいいですけど別のスレッドでもいいけど計算してそれぞれのスケッチを作った後に全部をマージュすれば全体の。 スケッチが求まると。なので、並列化も良い、嬉しいという感じですね。まあ、ところで、先ほど、ハイパードグログスケッチっていうのは汎用的なもので、えー、スケッチの構造は同じまま、 その推定の方法だけを、推定の方法を改善したものがいくつもあるというふうに紹介しましたけれども、えっと、まあ、そもそもハイパーログログスケッチとここで言ってますけど、まあ、これはそのハイパーログログの論文が最初ではなくて、ま,あ、またあの、デュラン、デュラン、デュランさん、デュランフラジョレットさんのログログカウンティングオブラージカーディナリティーズって論文ですでに出てきています。 で、これは、スケッチ構築するところまでは全くハイパーログログと同じなんですけど、カーディナリティを計算するところ、だから最後、バケットの数を、バケットの値を平均するところだけが違うという感じになっています。えっと、で、さっきは調和平均を取ってましたけど、まあ、こっちだと、バケットごとの値の算術平均を取って、それを、えっと、 掛け合わせてやる。えっと、かけ、それを、それで2の類似を取ってやるみたいな感じのカーディナリティの計算方法になってます。まあでもこれよりもハイパーログログの方がずっと精度がいいという話ですね。まあこの辺は、あの論文を読むとめっちゃ、うんと、まあめっちゃ式が書いてあるんですけど、めっちゃ式が書いてあります。自分はあの、なんだろうな、全部理解するのが夢です。はい。 で、えー、っと、まあ、ログログベータっていうものがあって、まあ、これはあの、これはまたハイパーログログスケッチと全く同じ構造のスケッチなんですけど、えっと、またエスティメーションだけが違うっていうものですね。で、これはあの、結構最近出てきたもので、オリジナルのハイパーログログは、えっと、まあ、カーディナリティが大きいときには、あの、ま、全近的に期待値が n になっていくんですけど、えっと、まあ、小さいときに、ま、かなり誤差が大きいって問題があって、で、まあ、オリジナルの論文でも、あの、 カーディナリティが小さいときは、あの、リニアカウンティングってこう別の方法を使っ併用するといいよみたいなことがまあ書いてある。書いてあるんですけど、このログログベータっていうのは、この単一の式で、えっと、どのカーディナリティレンジにも、えっと、良い精度を示すようなものです。うん、まあこれもまたちょっと式の形が違う。まあ、今度はなんか、係数が2つ登場してるとか、そういう感じですね。 で、えー、っと、まあ、これが、これ、あの、後で触れますけど、これはレディスえー、っと、バージョン4からこのバージョンになっています。で、えー、っと、まあ、さらに新しいカーディナリティの推定方法もあって、まあ、これもまたスケッチが全く、元の、たらえー、っと、2007年の論文と全く同じハイパーロゴログスケッチなんだけど、エステミメーションだけが違うってやつです。で、まあ、これもまた、えー、っと、 レディスのバージョン5で採用されている推定方法ですね。これもログログベータと同じく全てのカーディナリティレンジで単一の式で推定ができるというものです。ちょっと、あのこれは複雑いや、えっと、式は複雑じゃないけど書くと長くなるのでちょっとこうには書かないです。 というわけで、まあ、ハイパーログログの動作原理と、えっとまあ、スケッチとは何かとか精、精度っていうのは何かとか、えー、っと推定方法だけ改良する方法があるとか、まあ、そういう話をしてきたんですが、まあ、ここでレジスでハイパーログログを使うにはどうするかっていうのを見ていこうと思います。まあ、あとレジスでどういうふうにハイパーログログが実装されているのかについてですね。まあ、レジスでは、あ、というか、 先生なんか今になってなんですけど結構なんかもうレジスのハイパーログログを使ってますよっていう方ってどれぐらいいらっしゃいますかあじゃあそんなにそんなにというかいなくて、うん、よかったよかったいやよかよかないかもしれないなんか、まあ、間違ってるところとかこれおかしくねってところあったら言ってくださいえっとでえっとレジスだとハイパーログログ関連のコマンドはこう PF っていうプレフィックスがついてて、まあ、PF なんちゃらこれはあのフィリッペ・フラジョレットさんに由来しているそうです例えば 1> えっと今1から1000までの数、まあ、100までの数の文字列表現ですけどを「フ、えーっと」まあ、っていうキーにこう p f アドってしていくと、まあ、これは1から1000までのスケッチを構築して「フ、えーっと」まあ、っていう、えー、っとキーに格納したのと同じですでそこで PF カウントこれが p f アドの方が、えー、っとスケッチの構築の方で PF カウントがエスティメーションの方ってことですね で、pf カウントすると、まあ、1001を、誤差が、誤差が0.1%嬉しいみたいな感じですね。で、まあもちろんマージも用意されていて、今度、まあフーっていうのはさっきみたいに作ったとして、今度は2000から2500までの500個の数、500個じゃない ?5001 個まあいいや、えっと、 500個の数を今度はバーっていう別のキーに入れて、えっと、フーとバーを回しすると、えっと、1000た千1 5 0 0千五百6っていう、えっとまあ、それっぽい数字が出ているとでもやっぱり誤差がちょっと出ている面白いですねっていう話ですねで、まあ、ここで、えっとまあ、スケッチの内部表現を実はゲットすることができてゲット バズってやるとなんかそれっぽいバイト配列が出てくる。hyll っていうなんか意味ありげな文字ですと、まあ、それに続くバイト値がこう出てくるって感じになります。うすうません。えっと、まあ、スケッチあのこの内部でどういうふうに表現されてるかっていうのは後でもうちょっと触れます。で、まあ、パフォーマンスについてなんですが、まあ、これちょっと岡田調べなんであの えっとまあ、話半分聞いてほしいんですけど、えー、PFAD は、えーまあ、すごい早いです1マイクロセックもかかんないですですが、まあ、PF マージが結構なんか遅くてなんかなんだろう手元のやつで調べるとなんか200マイクロセックとかかかってて本当かなっていう感じですねで、えーっとまあ、PF マージって言ってもあの 新しいキーをアロケートしてそこに突っ込んでいくときと、そうじゃないときで多分ちょっとパフォーマンス違うんですけど、まあ、これは全部新しいキーをアロケートしてるパターンですね。なので、えっと、まあ200マイクロセックレディスでかかるっていうのは結構致命的で、えっと、だからハイトラフィックなときは、まあ、レディス、そのシングルスレッドなんで、この PF マージの操作で200マイクロセック止めちゃうと、まあ、他のが詰まっちゃうんで、ピあのまあ、そういうときにどうするかっていうと、なんかまあ、 あの、例えば PF マージする用のレディスみたいなのを用意して、ゲットして、このゲットしてきた内部表現を、あのー、マージする用のレディスに入れて、そいつ、そいつの上でマージするみたいなことをやればよいっていう感じですね。というわけで、レジスの、まあ、レディスで、 ハイパーログログをどうやって使うのかっていうのを見てきたわけですが、まあ、これが最初に導入されたのは、えー、とレディスですで、まあ、この記事にすごいあのあの僕もプロバイ,プロバイリスティックアルゴリズム好きだよみたいなことがいろいろアンティーグズさんが書いてるんですけど、えーとまあ、この頃は、えー、ハイパーログログのオリジナルの論文にほぼ基づいていて、まあ、その後あの グーグルの人たちが、えっと、なんだっけ、ハイパーロログインプラクティスみたいな論文を出してて、まあそ、それも参考にしつつ実装されてるようですけど、えっとまあ、この頃はリニアカウンティングとハイパーログログが併用されています。まあ、先ほどちょっと述べたように、小さいカーディナリティだと誤差がだいぶ大きくなっちゃうので、えっと、まあ一定の指揮を超えるまではハイパーログログじゃなくて、リニアカウンティングを使うようなアルゴリズムにこの頃はなっています。 で、えー、レジスト4.0で、えー、まああれすいません、これなんかインフラックスでだって言って、これちょっとプロリックが嘘ですね。なんだろう。参照されてる方を取ってきちゃったのかもしれない。なんか、これは後で差し替えときますけど、まああの、ログ,ログベータを使うよっていうプロギクが出てて、まあそれでログログベータに切り替わるわけです。あの、バージョン4.0で。ちょっとさ、チェック漏れてたな。で、ここで、えっ、ー、と、リニューアカウンティングの併用が、併用がなくなって、 すべてのカーディナリティレンジで一つの式で推定するようになりました。で、えっと、レ e d バージョン5.0.0で、えっと、さっきの、えっと、これ、さっきの論文を書いた、えっと、オトマ・エートルさん、読み方わかんないですけど、が、なんか直で、えっと、プレディクーしてるっぽいですけど、ログログベータから、その新しいアルゴリズムに切り替わった、切り替わってます。 というわけで、えー、今度は Redis の HyperLoglog ログログが内部でどのように表現されているかっていうのをちょっと見ていこうと思います。まあ、これ HyperLoglog.c っていうのに HyperLoglog ログログ関連のコマンドがだあの実装が書いてあるんですけど、なんかすごい読みやすくて Redis ってすごいなって思いました。Redis、えー、は HyperLoglog ログログスケッチをあの2通りでエンコードしています。えっとスパースリプリゼ s e n t っていうのとデンスリプリゼンテーションっていうのが切り替わる。えー を切り替えて空間効率を良くしているって感じです。でまあ、レディスのハイパルログ,ログの全体の表現は、えっと、このような構造になっていて、さっきちょっとゲットしたときに見えてましたけど、先頭の4バイトは HYLL はっていうマジ,ックナンバーマジック文字列が入っていて、でその後に、えっと、デンス今、ンスなのかスパースなのかっていうのを表すフラグが立っています。その後に、えっとまあ えー、将来用に予約された、えー、部分があって、その後、まあカーディナリティのキャッシュが残ってます。その PF カウントっていうのは、えっとまあ、PF ワードはなんか特別と、特定のレジスターに1個書き込むだけで、えー、一瞬なんですけど、あレジスターっていうのはあのバケットのことです,すみませんあの、CPU のレジスターのことじゃないです。えっと 一瞬なんですけども、カウントっていうのは比較,比較的重い、あの16,384個のバケットを舐めて計算しなきゃいけないので、えっと、まあ、何回も計算したくないわけで、だから PF、アドで値が変わるまでは、えー、このキャッシュドカーディナリティが参照されるようになっています。で、えっと、まあ、残り、残りのところに、えー、実際のスケッチの表現が入っているという感じです。 スパースリプレゼンテーションっていうのが何かっていうと、レジスデフォルトだと、えー、っと、p イコール14ビットで2の14乗イコール16384個のバケットが使われる。えっと、そこで、レジス内部だとバケットじゃなくてレジスターって用語なんで、ちょっとイコールレジスターって言ってきます。えっと、16384個のレジスターがあるわけですけど、えっと、まあ、カーディナリティが小さいときは、えっと、まあ、そもそもほとんどのレジスターは、えー、値が、インクリメント、あの、値が0のままなので、 カーディナリティ例えばなんか10とか100とかそれぐらいのために16,384個のレジスターをアルケートしていくのってまあちょっと無駄なわけです。なので、えー、っとまあほとんどのレジスターがゼロなのでゼロが連続してたりするわけで、まあ、これをランレングセンコーディングで圧縮して保持するのがスパースリプレゼンテーションです。で、えーっとまあ、スパースリプレゼンテーション の方が、は、えっ、ー、と、なんだろう、特定のレジスタにダイレクトアクセスできないので、まあ、えっ、ー、と、空間効率は良くても、まあ、若干ちょっと、こう、えっ、ー、と、計算には時間がかかるわけで、なので、まあ、どっかで、こう、電子に切り替えた方が効率がいいというところがきます。で、えっ、ー、と、まあ、それの敷地っていうのは、えっ、ー、と、まあ、コンフィギュレーションの HLL スパースマックスバイツっていうのを設定できるんですが、 えっと、これを超えると、えっと、デンスリプレゼンテーションに、こう、プロモートっていうのが走って、まあ、中で勝手にやられますけど、プロモートされます。で、デンスリプレゼンテーションでは、どういうふうにスケッチが表現されているかっていうと、えー、っと、まあ、1要素あたり、6ビットの M 要素の配列になっている。まあ、6ビット、十4ビットイントに、64ビットのハッシュ値を取ってるんで、まあ、6ビットあれば十分なわけですけど、まあ、ただ、6ビット の配列みたいなのって、えっと、まあ、単純には表現できないので、普通に、えっと、8ビットの、8、うん、バイトアレイとして中では持っている。ただし、こう、なんか、アクセスするときとか、PF ワードするときに、ビットシフトで、まあ、うまいことレジスタの値を取り出したり書いたりするという感じになっています。まあ、ここら辺もなんか、めっちゃ、え、なんか、 絵がついたコメントみたいなのがハイパーログログ .c の中に書いていてすごいわかりやすいです。というわけでレジスのハイパーログログハイパーログログの動作原理とレジスでハイパーログログがどういうふうに実装されているかっていうのをこれまで見てきたわけですけどもここで最後の話題ハイパーミンハッシュっていうまた面白い確率的アルゴリズムについて紹介したいと思います。 これを使うと何ができるかっていうと、今度はなんとインターセクション、集合のインターセクションが取れる。えー、っと、まあ、今までハイパールグログを紹介してきて、小、まあ、メモリーにカーディナリティを保持しておいて、まあ、16キロバイトで数十億、えー。かつ計算もできてユニオンも簡単に取れると。ロスレスでユニオンできるってことが分かりました。 で、まあ、ユニオンができるなら、インターセクションも欲しくなるよね、ということで、まあ、例えば、インターセクションがどういう時に欲しいかっていうと、じゃあ、ハイパー、えっ、ー、と、ホゲアナリティクスを無事リリースしたんですが、2.0で、今度は、えっ、ー、と、まあグ、Google グリティクスみたいに、たくさんのディメンションを掛け合わせて、それごとの PV 数、余裕数を出せるようにしましょう、っていうことになったとしましょう。 今、ページとデバイスっていう2つのディメンションが掛け合わせてますけど、まあ、アイテム999すらっていうページにアクセスしてて、かつデバイスが iOS12.1、まあ、デバイス ?OS? で、の貸しとはどれぐらいの余裕みたいなことを今度は取れるようにしたいなと思ったとします。で、まあ、今、 ページとデバイスだけでしたけど、まあ、これが、例えば、えーまあ、100地、えー、っと、まあなんかこう、事業情報みたいなのがあって、まあ、100地域、で、かつ URL が100ページ、OS が10種類、まあ、OS10 種類でだいぶ少なく見積もってますけど、で、えー、例えばリファラのキーワードみたいなのが1万種類、で、かつ、えー、っと、まあリファラのサイトが1000サイトあると。これだけで何個の掛け合わせがあるかっていうと、まあ一兆通りになってしまう。 まあレジストは1つのスケッチをえっとまあえっとレジスの表現だと12キロバイトなんで12キロバイトってすごい小メモリーで放置できますけどこれだけで12ペタバイトみたいなちょっと全,然こう全然お得じゃない感じになってきてしまうと。なのでここでもまた確率的データ構造が使えます。 えっと今度はミンハッシュっていうものが登場するんですけどこれはさっきハイパーログログはカーディナリティをエスティメーションするようなものでしたけど今度はミンハッシュっていうのはジャカードインデックスと呼ばれるものを、えー、ジャカードインデックスと呼ばれる値を、えー、禁止するアルゴリズムです、えーっとまあ、ジャカードインデックスっていうのは2つの集合に対して提示される、まあ、こういうふうに提示されるものでこう直感的には A と B がどれぐらい重なってるかっていうのが、えー、と0から1までの数値で出てくるようなものですね。まあ、これ例えば A と B が完全に同一だったら、えーっと A、ユニオン A と A インターセクション A は同じなんで1になる。で A と B に全く重なりがない時は、えー、っと分子が0になっちゃうので、まあ、0。そういう。 集合がどれぐらい似通っているかっていうのを、えー、禁似するようなアルゴリズムです。でまあ、こ,れをこの式を見て何が思うかっていうと、この値にハイパーログログで取ったユニカーディナリティを掛け合わせれば、インターセクションカーディナリティが出るじゃないというわけですね。でこれはあのアドロ l っていうなんかアドテック企業のブログで紹介されている手法です。 で、えっと、まあアトロールのとりだと、これはミンハッシュもこうスケッチって表現になるんですけど、ミンハッシュのスケッチとハイパーログログのスケッチを別々に持っておいて、えー、っとこういうふうにインターセクションのカーディナリティを計算するみたいな紹介がされています、使い方されていますけど、ミンハッシュはハイパーログログほど空間効率がよくなくて、まあ、データセットのカーディナリティを n とすると、ミンハッシュの場合はログ n スペースが必要になります。なので えっとまあ、たくさん保持することを考えるとハイパーログログみたいに空間効率の良い表現が欲しいなとログログスペースがいいなと思ってくるわけですまあそんなものがあるわけでハイパーミンハッシュっていうものが、えー、2017年の論文で登場していますこれは、えー、っとこれはですねなんか、まあ、ハッシュ値をまあと取るんですけどこのビットパターンをまあうまいこと なんか不動小数点みたいな感じでエンコードしてログログスペースでミンハッシュとハイパーログログ両方の性質を持っているっていうなんかすごいすごいやつです <laughs> すごいやつです詳細は論文を見てください、はい、すいませんえっと <laughs> で、えー、まあこれジャカードインデックスの推定とハイパーログログの推定がこのスケッチ一つでできるので、えー、まあ をログロググススペースで、えー、っといころでなんか、このジャカードインデックスっていうのは、なんか、基本的にはこの2つの集合に対して定義されるものなんですけど、これをにこの集合に、まあ、拡張したジャカードインデックスみたいなのが、このアドロールのブログで紹介されてて、なんかハイパーミンハッシュの Java 実装っていうのが、 なんか世の中には転がってるんですけどでそれは何かどっかのスタートアップの、えー、とオーガニゼーションに入っててそれ,をそれをそのスタートアップはあの全然いつもで使ってるよみたいな感じっぽいんですけど、まあ、そこでも、えっと、拡張ジャカードインデックスみたいなのを、えっと、このハイパーミンハッシュで計算していますねただまあなんか、はい、なんだろうこの論文だと拡張ジャカードインデックスじゃなくて普通の えと2つの集合のジャカードインデックスについての証明しか載ってないので任意庫に拡張したときになんか同じような精度を示すのかっていうのはんだろう本当は数学的な証明が必要な気がするけどそのスタートアップのんだっけなんかライブランプみたいなスタートアップの人たちはな経験的には全然よく動くみたいなことを言ってますと、まあ、ここまで、えー、ハイパーログログと、えーまあ、それのレディスでの実装および ハイパーミハッシュというさらに便利な確率的データ構造について触れてきたわけですけど、えー、まあそろそろまとめさせていただこうと思いますまあ結局ハイパーログログスケッチっていうのはすごい汎用的で面白いそして確率的アルゴリズムはなんかちょ,っとちょっとの誤差を強要するとなんか魔法みたいな性質を持ってて面白いなっていう。 自分の感想で締めくくらせていただこうと思います。ご清聴ありがとうございます。はい、それでは岡田さんありがとうございました。何か質問ある方いらっしゃいますか。まだ時間結構あるんで質問いただいて大丈夫ですが、あはい。ではえっ、ー、とこちらの方にマイクをお願いします。<laughs> あ面白いい話ありがとうございましたあの最後のハイパー、えっと、ミ,ミンハッシュで、はい、これはそのレディスに実装が入ってるみたいなことはまだないですかそうですねこれレディスには入ってないのでなんか入れるといいんじゃないですかねそのうち誰かが入れるかもしれないみたいな感じです誰かが入れるかもしれないですねハイパーミンハッシュはハイパーログログスケッチとは違うのでなんか今までみたいにスケッチなんか今までのスケッチと互換性を保ったまま なんかあの推定だけ改良みたいなことができないので全く新しいデータ構造を定義しなきゃいけないんでまあ結構ステップ大変そうですけどでもあったら便利ですよねって思いますけどねはいあ,ありがとうございます <laughs> はい他何か質問とかフィードバックとかある方いらっしゃいますか大丈夫でしょうかあ,あはいこちらの方お願いしますあ,ますあえっと今マイク持っているので少々お待ちくださいすいません。 えとジャガードインデックスについて伺いたいんですけれども、はい、あの実際の,その精度が良、えー、くなるパターンとか悪くなるパターンってあったりするんですが特にその集合の2つの集合の被りがもともと全然少ない場合とか、はい、あるいはこう集合のサイズが全然違うときとかって結構推定が悪くなったりとかって知られたりするんですかね。ち、ね、ちょっととゃんとした、あのー 論文とか証明ベースじゃなくて自分がハイパーミリン8を試したベースなんですけどおっしゃる通りで、えっと、ジャカードインデックスが極端に低い重なりが少ない時とかに精度がかなり悪くな,るなりますねやっぱりあ実験的には、はい、そ,うそういう結果になってるってはいありがとうございますなんかうちもちょっとまあなんかきらっとこれを使おうと思ったんですけどそう,そういう性質があってああ難しいなってなってると。<laughs> だ今魔法のようにホゲアナリティクス2.0がヒバミンハッチで実現できるぜっつってるけどまあまだ考えることは実はあるというわけですね。すみません。ありがとうございます。はい、はい。あと質問がある方いらっしゃいますか。まだ結構時間があるので、はいこちらの方にお願いします。私ありがとうございます。あのこれぞエンジニアリングって感じですごく面白かったです。ありがとうございます。 もしホゲアナリティクスをどうやって実装するかみたいなあのインフラ構成とかはそういった実装の話的な部分なんですけども、はい、もしこれをやろうとした時に。はいえ アクセスデータが来るわけじゃないですか、でそれをどんどんレディスに PF アットしていくみたいな実装になると思うんですけども、はい、この時にえっ、ー、に、ある程度貯めて、パイプラインでガスって突っ込んだ方が良かったりするパターンとかってあるんでしょうかあーそうですね。いやなんかネットワーークレイテンシーがすごい なん,か支配なんかボトルネックだったらそういうふうにした方がいいとは思いますがあのレディースのパイプライニングでえっとたくさんのコマンドを送りつけた方がよくなると思いますけどなんか PF ワード自体はすごい軽い操作なんでなんかんだろう普通うんなんかんだろう、ま、毎回アクセスがあるたびに PF ワードしててもそんなに問題ない気がしますけどね。 まあ,あと、結局、レディスクラスターにすると、例えばどのシャードに振り分けるかとか、そういうことも考えちゃいけないんで、なんか単に一つ一つやっちゃった方が楽な気がしますな。るほど、ありがとうございました。はい、他に質問ある方いらっしゃいますか。はい、こちらの方にお願いします。えっと、なんか、ー y p e r プラスプラスっていうやつを見ることがあるんですけど、はい。 おそらくすごいハイパーログログなんだろうなと思うんですけど <laughs> なんかどの辺がすごいのかご存知であれば教えてください。えっとこれ自分の認識ベースであの恐縮なんですけどハイパーログログプラプラスプラススが Google の,の人たちがえっと実際にハイパーログログをえっとプロダクトに適用していく中でなんか改良したものでハイパーログログインプラクティスみたいな論文で紹介されてるのがハイパーログログプラスプララスっていう認識です。 で、そこでやってるのがで、そこでなんかスパースリプリゼンテーションの話とかが出てますね。ただ、なんか、はえっ、ー、と、どうなんだろうな。なんか、あ、すみません。やっぱりちょっと詳しくと分かんないですね。すみません。<laughs> <laughs> ありがとうございます。すみません。調べてますはい、他いらっしゃいますか?。<laughs> はい、大丈夫でしょうかでは、あの、岡田さん、あ、あ、大丈夫ですか? <laughs> あ。あ、すみません。はい、こちらの方にいらっします。ありがとうございます。<laughs> ああの今回、リリースの実装をちょっと解説されてたと思うんですけど、はい、なんかどういうモチベーションでそのソースコードを読まれてたのかなっていうのを何だろう、なんかこれあそれでいうとなんか実は、えー、っとこの、まあ、Java で再実装しようと思っていてハイパーアルゴリ部分を。 なぜ,ぜ Java で再実装したくなかったかっていうと、まあ、こうさっきちょっと PF マージが遅いっていう話をしたと思うんですけど、まあ、この時に PF マージが遅いんで例えばえっとスケッチをゲットしてあの遅くてもいいレジスに入れてそこ上でマージするみたいなで話をしたんですけど、まあ、別にレジスに入れなくてもゲットしてきて Java 上でできたら便利じゃんと思ってそれを実装し再実装しようと思って、まあ、中をちょっと読んだみたいな話ですね。 でまあ、なんか再実装は一応してし,たし,たしてなんかプロダクトにもあのちょ仕,事仕事してるのでその仕事のプロダクトにも入れようかなと思ったんですけどなんかちょっとも,もっと大きいレベルでアーキテクチャを見直したらそ,そんなものはいらないことが分かったので適用はされてないんですけど <laughs> それがモチベーションですね。あなるほどその辺あの分かりましたあとんだ上で なんか知見というか、まあ、今回発表されてた部分があったと思うんですけどそれ以外になんかレディスここが実はすごいみたいな。ああえー、どうだろういやレディスは多分めちゃめちゃすごいと思うんですけどレディス自体はあんまりちょっと詳しくなくて <laughs> なただなんかどうなんだろう,うんあいやレディスここ自分がすごいって思った点っだとアーキテクチャとかじゃなくてうん、うん、そキーを全然。 知らない自分でも読めるぞっていうところがすごいなと思いましたので結構おすすめかもしれないなんかレジス結構なんかどこから読めんっていうかなんかどういうアーキテクチャに合ってるよみたいなの結構ドキュメントちゃんと書いてあったりしてなんかすごい初心者にレジスの中を見る初心者に優しいのでおすすめかもしれないですねありがとうございますとととかだちょっやる気がきいですねありがとうございます